愛知県立岡崎高等学校は愛知県岡崎市名大寺町天馬に所在する県立高等学校。歴史一中として知られた愛知県第一尋常中学校に続き、1896年愛知県第二尋常中学校として始まった。かつて体育の授業で被っていた帽子の日本線は二中を表したものの名残と言われる。1948年に 学生改革によって愛知県立岡崎高等学校となった。1973年に学校群制度により岡崎北高校と入学者を分けた。全日制課程は2002年度から2004年度まで3年間、文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定された。2005年度からは2年間の終了経過措置に入り、2006年度をもって、 指定は終了したが、2007年度から再び5年間の新規指定を受けた。2016年4月に創立120周年を迎えた。設置家庭、学科全日制家庭普通家庭時制家庭普通家から給食がある。学校教育目標、高い知性、豊かな上層、たくましい心身を兼ね備えた、国家、社会の優位な形成者を育成する、交渉公明の 岡校の文字校歌作詞は石井直三郎、作曲は小林霊による。歌詞は4番まであり、公明は歌詞に登場しない。卒業後の進路全日制課程に関しては、大半の生徒が4年生大学をはじめとする上級学校に進学を希望する進学校である。高知もより駅は岡崎市の中心部に近い名鉄名古屋本線東、岡崎駅であるが、高校は、 市街とは反対方向の丘の上にあり、周囲は住宅街である。旧愛知県第二尋常中学校高動生門門中級生、中学校時代、新生高等学校1963年に勃発したフォークダンス事件は新聞やニュース映画など各メディアで取り上げられた。全日制、家庭1学期2学期3学期定時制。 家庭1学期2学期3学期全日制。家庭部活動では、掛け持ちで複数の部に参加することができる。文化系の部活との掛け持ちが多い。運動部以下は、学友54号、2011年版掲載部により、イコール男子のみ、イコール女子のみ、イコール男女別部扱いイコール男女一緒に、活動野球部、ソフトテニス部、卓球部、バレーボール部、バスケットボール部、 ハンドボール部、陸上競技部、体操部、水泳部、柔道部、剣道部、弓道部、登山部、サッカー部、ソフトボール部、ラグビー部、鉄道研究部、囲碁部、新聞部、放送部、吹奏楽部、応援部、スーパーサイエンス部、将棋部、ジャグリング部定時制家庭運動部ソフトテニス部、バスケットボール部、バドミントン部文化部参戦、軽音楽部野球部、 編集選抜高等学校野球大会に出場経験がある。コーラス部、編集詳細は岡崎高校コーラス部を参照1949年総部の岡崎高校コーラス部はオペラ歌手としても活動を続ける近藤慶子が1968年に新任教諭として顧問に着任して以降40年以上引いている。2000年を記念して開催された。 世界合唱オリンピックに日本代表として出場し、最優秀賞を受賞。以降、5大会連続で金メダルを、また最優秀賞を3度受賞しており、世界的に高い知名度を誇る。この活躍は2005年の小泉内閣メールマガジン第184号にも取り上げられた。国内コンクールにおいては、NHK 全国学校音楽コンクール全国大会。 全日本合唱コンクール全国大会に、それぞれ20回を超える出場を果たし、8年度、全日本合唱コンクール全国大会では、金賞、文部科学大臣賞を受賞している。近年、名古屋フィルハーモニー交響楽団と、たびたび共演したり、少人数でのアカペラアンサンブルでの、ボーカルアンサンブルコンテストへの出場や、ミュージカル上演など幅広く活動している。また、 顧問の近藤恵子が常任指揮者を務める岡崎混声合唱団は、同部 OBOG が1979年に結成した岡崎高校コーラス部 OB 合唱団が元になっている。1999年に岡崎混声合唱団へと改称した後は、同部 OBOG 以外からも団員を募集し、地域の音楽文化の向上を目指している。スーパーサイエンス部。 編集スーパーサイエンスハイスクール指定に伴い、2002年度設立された部活。夏季休業中には大学の研究室を訪ね、短期集中で研究を行うこともある。科学班、物理班、生物班、地学班が活動を行っており、研究は数々の賞を受賞している。生物班はニュートンから取材を受け、2006年7月号に記事が掲載された。 地元の名古屋大学は去ることながら関東地方や関西地方の大学を志望する者も,も比較的多い。2016年は69名が地元の名古屋大学に合格した。他には26名が東京大学、22名が京都大学、34名が慶応義塾大学、47名が早稲田大学に合格した。東大合格者数が 公立高校1位として話題になり、40名近くになった年も多い。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路、同窓会組織として、愛知県立岡崎高等学校同窓会がある。また、首都圏在住者向けに、首都圏断固会、関西在住者向けに、矢作会がある。それぞれ高架で歌われる断と山と矢作川から名前を取られている。断固会は、 高田町や豊川市など、岡崎市近隣の自治体でも結成されている。定時制の同窓会は、ソテツ会という名称である。政界財界放送、管理学会、教育会文化、芸能スポーツ選手その他。ありがとうございます。